はい、こんにちは、吉谷です。どうも。はい、今回ですね、まあ、前回結構この音声撮ってすごく好評だったというか、一応聞いていただいた方はすごく多くて、まあ、最近天才の大学生って僕最近命名したんですけど、はい、今回天才の大学生、大学生の天才、天才大学生来ております。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、で今回のテーマはですね、まあまあ、ブックメーカーをまあやってるんですけど、そのブックメーカーで稼ぎながら実は情報発信をしていて、その情報発信の方がまあぶっちゃけ言うと収益高いと、ぶっちゃけ言うとね、情報発信の方、まあ、それを売って、まあ、まあ僕もそうだけどね、情報発信してあれなんだけど、ゼロ、全くゼロからまあ5ヶ月ぐらいで500万ぐらい、うん、そうで先月は200ぐらい、先月は200ちょいですね、200ちょい、はい、で来月も100確定と、来月は100確定してる、もろもろあってもろもろあって100確定してるとで多分そのまあ俺もいろんなお客さんにこう教えてきて、まあ今塾もやってるけど、そのあと本も出して、本は情報商材完全バイブル、まあ僕の本ね買ってくれたからこのきっかけができたんだけど、うん、みんなその、まあ、やろうと思ってもできないんだけど、なんで塾にも入ってない、教材も買ってないのに、うん、全くゼロベースからできたの、うん、いや初めにそう何かあの記事に書きたい、てか何か物に残しておきたいっていう癖があって、物に残しておきたい、はい、本当に初めブックメーカーで運用して始めた時に、うん、なんか攻略ブログみたいのを立ち上げたんですね。攻略ブログ、はい、へえ。だから本当にちゃんとした勝ち方があって、うん、それに従ってやっていけば勝てるっていうふうに、まあ、初め確信があったので、その内容をみんなに共有していければいいかなみたいな。そのブログを始めたきっかけっていうのはブログで稼ぐっていう目的ではなかったと。全くないですね。全くない、はい、もう完全にもう事前事業みたいな。あ、逆にそれが良かったのかもしれないね。ほとんど稼げない人ってブログでアクセス集めてなんか稼ごうとかやってモチベーション下がってブログ書けなくなったりとかして、じゃあもう全く最初はもう事前事業っていうか、いやもう本当に初めはもう攻略情報を無料で提供していくっていうスタンスで、もう惜しげもなく全てのノウハウを出してたんですよ、うん、なるほどね。それは、はい、趣味というか どういう気持ちでやってたの？いや単純にっすよ、海外に住んでたってのもあって、うん、まあ、その当時僕海外に住んでたんですけど、うん、本当にやることがなかったんですよ。なるほど、はい、あ、まあ時間にゆとりがあったってことですね。そうなんですよ、美貌録みたいな感じでやってたんですけど、うんうん、あ、まあじゃあ時間があったのと、また他に何かある、うん、時間があったのと、あとはやっぱりその自分が攻略していく中で、うんうん、まあアウトプットですよね。その知識をアウトプットして自分のものにしていきたいって思って書いていった。じゃあその昔からそのアウトプットするっていう癖みたいなのあったの？うん、なんかスポーツやってても、うん、そのスポーツでノート取ったりするじゃないですか。うん、するね。だそういうイメージですよね。ああ、なるほどね。はい、まあ俺も結構いろいろ教えててアウトプット大事だよっていうことで、うん、まあ動画に関してもめちゃめちゃ撮ってるし、まあなんかあったら書いたりとか動画撮ったりとか、うん、まあアウトプット当たり前みたいになってるんだけど、うん、ほとんど稼げない人ってアウトプットできないし。行動できないし、うん、まあ、それでマインドセットが大事だと教えても、うん、まあ、全然ダメだし、うん、でもなんかそれが基準値が、まあ、それみたいな、うん、なんかその勉強しなくても別にまあそれが基準みたいな、うん、で、まあ、ブログをやって、うん、で、まあ、そのアウトプットの一環として攻略サイトを作ってたと、うん、そうですね。でそうしたところ、うん、なんかそうしてたらなんかだんだんアクセスが集まるようになってきて、うん、まあ、なんであのアクセスがまあ集まるようになったかっていうと、単純に多分なんですけど、うん、あの初めにやっぱり調べるといろんな嘘が出てくるんですよ。でその嘘をこれ本当じゃないよ嘘だよっていうのをしっかりと書いて自分の実践の記録を載せていたっていうのが、うん、まあ、大きかったのかなと。ああ、なるほどね。まあ、ブックメーカーで勝ちたいっていう人が、うんうん、いろんな情報を探してたんだけど、うんうん、そのなんかサイトいろんな嘘が載ってて、うんうん、でその中でこれは嘘だよって、うんうん、でこっち本物だよみたいなガチで書いてたら、うんうん、信頼性が出て、そうですね、まあ、それをしかもやっぱり無料で出してたっていうのがやっぱり大きいんでしょうね。あ、だいたいはその有料買わないと教えてもらえないようなレベルを無料で教えてたと、うん、だ人を否定して自分を上げて自分の商品を買わせるとかそういうことではなくて、うん、単純にそのアウトプットしていく一環で、うん、嘘のものを嘘だっていうふうにしっかりと言ってた唯一の人物だったんですね、おそらく。ほー、うん、
まあまあまあ多いんで、ブックメーカーなんかまあ前からあったけど最近だよね、話題になってきたの。本当そうですね、最近話題になってきて、じゃあそのブックメーカーやってみようかなって思って、ね、いろいろ調べてもなんかいろいろ出てきて、その中で、うん、なんか騙されちゃったりとか、うん、まあ、今のお客さんも結構多いんでしょ、その全然稼げない、なんかいろんな高額塾買って、ブックメーカーの高額塾買ったけど稼げないからこっち来たとか、うん、もうそういう流入、そこからの流入も結構多いですから、うんうんうん、じゃあまあそのガチの攻略サイトを作って、そこで信頼性が出てちょっとずつアクセスが集まってきて、うん、でそのアクセスが集まってきた後は今度どういう展開をしたの？そんなお金発生してないじゃん。いや今度どういう展開っていうのはまさにあれですね、その僕をいわゆる罵る掲示板ができたんですよ、うん、なるほど本物を書きすぎて僕を罵る掲示板が出来上がり、うん、いわゆるその僕が出してるヒストリーは、うん、いわゆるその、まあ、ヒストリーというのは明細ですよね、うん、その実際に飼っている明細は、うん、あのまあ、時期に破綻するだろうみたいな、うん、かけ方からして、うん、まあ、いずれなくなるだろうみたいな、なるほど、アンチが出たと、アンチが湧いてきたんですね、うん、でいや僕は本当に事前事業の気持ちで、正しいことを正しいって書いて、嘘は嘘だって書いて、しかもなおかつ自分で攻略情報も無料で載せていたにもかかわらず、そこで僕が叩かれるようになってしまったわけですよ。だからこれはあのなんで叩かれる立場になってしまったんだろうって考えた時に、いわゆる質の悪い人を集めすぎたのかな。あ、なるほどね、無料しか公開してないからね、うん、そこで僕は無料に何の価値もないことに気づいたんですよ、うんうん、なるほど、そこに気づいたんだ、うん、そうですね、結局無料で何かを提供した時に、うん、例えばなんですけど僕聞いた話で陶芸教室を無料で公開 した時に、うん、まあ、たくさんの人が集まるんですけど、うん、陶芸をしっかり学んでその後教室に入りませんかって言った途端激怒したお客さんがたくさんいたらしいんですね。へー、あの無料だから来たのに有料の案内をするなみたいな感じで、詐欺だろうみたいな感じでいきなりブチ切れたお客さんがたくさんいたらしい。陶芸教室で詐欺、教室で、はい、陶芸教室詐欺、なかなかすごいね。いやだから本当に無料っていうとめちゃくちゃ人集まるじゃないですか。例えばなんですけど、サーティワンアイスクリームとかでもたまにすごい割引したりとか、うん、あとはそのミスタードーナツもめちゃくちゃ割引したりとか、そうあるね、あるね。あと吉野家に至ってはソフトバンク会員だけに限って、あれやばかった、あれやばくないですか、あれやばかった、あれねめちゃめちゃ並んでたからね、もうそう、 でそういう時に限って客層がめちゃくちゃ悪いんですよ。わかるわかる、うん、でそれに気づいたと。無料今までやってても、無料やってて質のいいコンテンツやってても、結局質の悪い人を集めちゃってると。そうなんですね。で叩かれたりとか、うん、なんでやねんと。でそこで、うん、その彼らに無料 のコンテンツでこのノウハウを提供する価値があるのかって自分の中で思って、うん、まあ、そこでないなって判断に至ったんですよ、うんうん、でいろいろ調べてみると、僕が提供しているノウハウ以下のノウハウを50万円とか70万円で売ってる人がたくさんいたんですよ。あ、それリサーチしたんだ。はい、じゃあ実際どうなんだみたいな、市場をリサーチしたら売ってるやつらがいっぱいだと、はい、うん、僕は情報商材に関して全くの無知だったので。だよね、うん、だって僕は情報発信っていう気持ちでやってませんでしたから、単純にブックメーカーで稼げる方法をみんなでシェアしようと思って、みんなにシェアしようと思ってやっただけなんですよ。だからお金のことは何も考えてなくてやった結果、まあ、アンチが生まれて、で調べてみたら、なんでアンチが生まれるのか、それに拒否反応を話すのか、拒否反応を持つのかって言ったら、やっぱり高額塾がたくさんあったんです。ああなるほどね、うんうん、でそれでま そう、あこういう人たちおんねんみたいな、うんうん、でそれで初めて知ったと、うんうん、そう、自分その情報をあの50万とか70万で売ってるやつらいると気づいたと、はい、でそこからは、でそこで、今まで書いてた記事に急遽鍵をかけました。あ、パスワード付きのロックをかけたと、はい、見れなくなったと、見れなくしました。でその記事を、うん、あの5000円から1万5000円で、うん、人の反応と顔色を伺って値段を振り分けて売ってましたあ、それは何、それどうやって売ってた の顔を伺ってたって、あの鍵かけて、で次の記事で、うん、まあ、ノウハウに関しては鍵をかけたので、うんうん、あの期間、あの人数限定で公開いたしますと、うん、で興味のある人はご連絡くださいと、うん、あ連絡先を記載しておいたよね、はい、あのそこであの僕が今使ってるビジネス用の LINE アカウントを開設して、うん、僕携帯も1台持ってたんで、そっちで LINE 作れるじゃないですか、うん、そっち初めてそこで LINE 開設して、うん、そっちに人を集めたんですね、うん、1日で50人ぐらいの人から、マジで、はい、
記事を公開してくださいみたいな感じで来たんですよ。ほう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 、50人、はい、すごいね。掲載した瞬間、はい、もう掲載した瞬間にもう LINE が来るようになって、マジで、いやびっくりしたんですよ本当に。すごいね。ただまあ海外にいたんで、うん、あの時差があるからだと思うんですけど、うん、多分あ昼間の時間で多分こうあっち日本夜だったんで、うん、あの日本の夜の時間にちょうどマッチしたのかもしれないですよ、うん、バーって来て、あの僕がその夜までちょっと家開けてまた夜戻って携帯見た時にはもう30件ぐらい溜まってて、次の日になったらもう50件ぐらい溜まってて、うん、でほとんどの人はその無料で公開してくれると思ってまあ LINE してきてるわけですよ、うんうん、でも、まあ、無料で痛い思いしてるわけじゃないですか。で、まあ、案の定その僕の2チャンネル、まあ、2チャンネルって言っちゃいますけど、2チャンネル見ると、まあ、めちゃくちゃ叩かれてるわけですよ。それで、あのもうこれ無料で公開するメリットな何もないし、またここで叩かれてるならもうヒール役でいいだろうと思って、そこでもう一転、そこで一転したんですね。多分そこで価値観の変化が生まれたんですね。でそこでじゃあお問い合わせが来た人に対してどういうふうにアプローチしたの？まずはあのお電話しました。一人一人に対してお電話しました。なぜお電話をしたんだ。なぜかっていうと、ね、そのノウハウの流出をめちゃくちゃ恐れてたんですね、うん、当時は、うん、でも情報って流出がもう当たり前じゃないですか、うん、だから今と至ってはどうでもいいんですけど、うん、当時はめちゃくちゃそのノウハウの流出を恐れてたんですよ、うん、なのでその一人一人電話して、うん、ノウハウが流出しないようにもう馬鹿正直にお電話で、うん、あのこういうスタンスでやっていきたいんですけども、うん、あのどうでしょうかみたいな感じで、うんまあ、その人の口調とかいろいろ聞いて、うん、5000円から1万5000円まで値段をもう瞬時に振り分けて、うん、切り替えて、うん、で すごいお客さんもいましたけどね、うん、なんか主婦で、うん、あの本当にブックメーカーで勝ちたいですと、うん、あのノウハウ知りたいです、うん、でも現状お金が工面できません、うん、なんとか教えていただけないでしょうか、うん、って言われたので、うんこの人にはまあ5000円だなと。なるほどね、うん、そのお客さん その相談の仕方ニュアンストーンによって書いてる。そうですね。そこでじゃあ5000円って言ったら、うん、ちょっとあの家計簿計算してみますって言われて、マジで？あ、5000円もちょっと家計簿なんだ。まあ、相当、まあ、そうなんですよ、うん、本当にきついみたいな、うんまあ、その当時からまあブックメーカーの本質っていうか、うん、そのブックメーカーをプレイする人の本質、まあ、客層の本質に気づき出してたんですけど、うんうんまあ、そこで5000円をいわゆる家計簿計算してみますって言われて電話切られて5分後ぐらいにかかってきてなんとか工面できましたみたいな5000円ならお支払いできますっていう形でその人は5000円の商材を買った。へ、じゃあその本当にその鍵をつけてた記事をその電話一件一件してお客さんのちょっと感情を見ながらそれで振り分けて売ってたと。そうですね。でそれはだいたい初動はどれぐらいそれで儲かったの？初動で50万円ぐらいです。すごいね。だから5000円から1万5000円で振り分けて、でも1万5000円僕弱気だったんで、うん、あの本当に弱気だったんですよ、うん、だから1万5000円で売ったの多分3人ぐらいで、マジで？あとの40人は5000円でぐらいですかね、うんうん、本当にもうめちゃくちゃ安かったと思います、もうだから、うん、5000円の、うん、40人で、あとは1万円で2、30人ですかね、うん、初回で6、70人に売ったかなと思います。あー、まあ、トータル全部それは何ヶ月間ぐらいやってた？でも3日間ぐらいですか、ね、え？マジで？3日間ぐらいで、だから問い合わせめちゃくちゃ来たじゃないですか。その人たちに5000円から1万5000円で振り分けて売って、で当時まだその鍵かけた記事が3記事ぐらいだったんで、 あと 2,3 記事は追加しますよって言って、その 2,3 記事も合わせての5000円ですよって感じで言ったんですよね。へー、すごいね。でその後結局4記事ぐらい付け足したんですけど、それでじゃあもう完全、じゃあもうやったことはブログ書いてて、うん、ブログ書いて、そのブログのその構築時間はどれぐらいだったの？いや FC2 からそのままサーバー借りてきたんで、うん、もう1分ですよね。そのアクセスが集まってくるまでどれぐらいの期間を書いてたの？いや、その鍵付きになるまで、1週間ぐらい、鍵付きになるまではもう2週間ぐらいですかね。毎日 2,3 記事書いてて、2週間毎日 2,3 記事書いてて、はい、アクセス集まってきて鍵付きにしたの？はい、なんでか、なんでアクセス集まったかっていうと、あのブログ村の存在が大きかったんですね。あ、ブログ村ね、そこから来たんだ。はい、僕も昔ブログをやった時に、うん、まあ、当時はなんか有名なゲームのブログとかを書いてたんですけど、うん、有名なゲームのブログとか書いてて、そしたら有名なゲームのカテゴリーがあるわけですよね、うん、そこにランクインすると SEO とか関係なくそこで上に上がっていくわけですよ、うん、そうするとそこの中でのコミュニティが生まれて、うん、そこの中での人気ランキングみたいなのがあるんで、いやー、未だにブログ村いけんだね。まあそうですね、ブログ村での集客は SEO ができない人にとってはやっぱり今でも
まあ、強いかなと思います、ね、いやもう昔からあるからねブログルームは、うん、そうなんですよ、ね、未だにいけるんだすごいね。そうですね、まあ、でも本当に限界ありますけど、うん、まあ、初動の初動一番初めの初めであれば、でも2週間でしょ、3ヶ月とかずっと記事書いてやったとかわけじゃないんでしょ。なんでかっていうと、うん、単純な話、うんうん、1位とか2位とかにいた人たちの否定をずっとしてたんですよね、その2週間。なんか 1記事攻略記事書いたらもう1記事で上にいるランキングのやつついてたんですよ。こうやっていやこれ嘘だからこいつらやってないやん。それは面白いね、うん、なるほどなるほど。じゃあそのランクが上がった理由っていうのは、うん、自分よりランクが高いやつを叩いてたとか常にその下から突き上げてたとか言ってあの下からついてたらあの上のやつらが上の信者も見に来るし上のアンチも見に来るわけじゃないですか。それでまあ単純にアクセスが集まると。なるほどね。そうなんですよね。あ、なるほどなるほど、そういうことがない、はい、あ、なんとなく分かってきた。注目を集めるために、ね、あの下から上をつつきの、 あの自己正当化をしいのなるほどね、はい、うん、そしたら、ね、気づいたら自分の掲示板できてたと叩かれちゃって、ね、そうなんですよねいつの間にか自分の掲示板できて叩かれて、うん、なるほどね。あ、でもすごいね。でも 2週間ちょっとで、うんうん、鍵付きにして50万ぐらいキャッシュ作ってみたいな感じで。そうですね、すごいね。まあもうそれ以上でもなきゃそれ以下でもなくて、もうそれ以上はなかったんですけど。でその後じゃあそのあ初めてその情報コンテンツっていうのを初めて売って自分で稼いだわけじゃん、うんうん、その後は どういうふうに。その後は、まあ、すぐ痛い目を見たわけですよ。痛い目、うん、情報商材の、うん、まあいわゆる欠陥といいますか、うんうん、あのまあ、パスワードかけて記事をそっちに公開してたわけですよね、うん、っていうことはどういうことかっていうと、うん、パスワードがバレたら一般の人にも見られるわけです。まあまあそうだね。で売った人数が 6,70 人いて、うん、6,70 人の中でパスワードをだって誰も顔合わせてないわけですよ、うん、電話で話して5000円から1万5000円を振り込めば、うん、誰でもパスワード知れるわけですよね、うん、そしたらそのパスワードを、うん、僕の掲示板に書かない理由なんてないじゃないですか。あ、書いたやつがいたんだ。はい。へえ。で、僕あのブログを、まあ、何人とか急にアクセスが増えたんですね、うん、ブログのそのアクセスが、うん、おかしいなと思って鍵付きの記事に対してのアクセスが増えてたんですよ、うん、おかしいなと思うじゃないですか、うん、まあ嫌な予感して自分の掲示板見に行ったら、うん、案の定パスワード書かれてるわけですよ、うん、おお、なるほどね、うん、ああやっぱかと思って、うん、そこで情報商材の、まあ、いわゆる欠陥に気づいたんですよ、うん、で一旦パスワードを変えたんですけど、うん、これ意味ないなと思って、うん、延命でしかないしまたバレるし、うん、コンテンツに価値がなくなると思って、うん、ブログの記事を全部消したんですよ。あ、そうなんだ。記事を全部っていうかその売ってた記事を全部消したんですよ。パスワードかけた記事を消して、うん、それを PDF にして、うん、配ったんですね、うんうん、その人たちに対して。なるほどね。買ってくれた人には PDF にして、うん、でもいつ消すとも言ってないですし、うん、いつ追加するとも言ってない記事に対して消されてから30分ぐらいでクレームが来たんですよ。もう見れなくなったんですけどどういうことでしょうかみたいな。返金はあるんでしょうかみたいな。その5000円から1万5000円払った人からのクレーム返金が来たんですよ。で、もう公開しないんですかみたいな。まだ見たかったんですけど、うん、もしくはその対策を教えてくださいみたいな、うん、これからどうしていくつもりですか、うん、一気に来たんですよ、うん、そこで商品を安く売ることのデメリットに気づいたんです、うん、なるほど。で今度は、うん、無料もダメで、うん、安く売るのもダメなことに気づいたんです。なるほど、はい、あ、なるほど、うん、で なんだとそういうのお問い合わせがこう来て、うん、で安く売るのもなんか質が結局悪いと、うんうんうん、でそのまあ、販売するときに別にその、うん、いつまでこれ見れますよとか 、うんうん、その言ってるわけじゃないし。そうですね、うん、しかもまあそんなに高くないしみたいな、うん、でそれでなんかクレームすぐ来て、うん、でその後は展開としてはその後ちょうど帰国がまあ起こりまして、まあ、起こるというか帰国のタイミングになりまして12月ですかね、うん、僕は帰国したんですね日本、うん、帰国した後に、まあ、ちょっとコミュニティをやろうっていう、うん、ちょっと知り合いと話してて、うんでその人もブックメーカー運用は結構やってた人だったんで、うん、その人と2人でコミュニティを立ち上げることにしたんですよ。なるほど。で、まあ、そのコミュニティを今度5万円で売るようにしたんですよ。へえ、うん、じゃあ一気に10倍ぐらい一気に10倍ぐらいの値段にして、うんうん、5万円で、うん
でしかもコミュニティってその何百人もいる中で、うん、そこに人が集まるみたいなイメージがあるじゃないですか、うんうんうん、そうじゃなくて2人1組の少人数制にして、うんうん、グループをこうやって作って分けたんですね。で当然5000円で売ってた人にもオファーを出しましたし、うんうん、それから自分の LINE 登録してくれた人にも教えましたし、うんうん、あとはブログにもこう記事を告知しましたし、うんうん、その時は YouTube はやってなかったんで、うんうん、あの本当ブログだけで、うん、あの5万円でコミュニティ始めます。月額課金のコミュニティを5万円で始めます。月5万の、はい、コミュニティ、はい、でそれを案内したと、はい、ブログとか今まで買ってくれた人に、はい、でそしたら2週間の、うん、2月1日スタートのサービスだったんですね、うんうん、1月の16日か18日ぐらい16日から20日ぐらいまでの間に、うん、まあ、オファーを出して、うん、オファー出して2月の1日までに、うん、確か12組ぐらいのグループができたんで24人ぐらい集まったんです。おすごいじゃん。一気にその110万円かな、110万円集まったんですね。継続課金100万。そうっすね。月額5万でしょ。そうですね。すごいね。初月の会員がその24人集まった、うん、でしょ。でよね、はい、でまあその会員が継続すれば毎月100万落ちるってことでしょ。そうですね。それを初月24人ぐらい来たと。はい、すごいね。でそれは案内するときは、ね、はい、案内の仕方は基本メールでとかブログに記事書いただけ。あ、もうブログだけですね。僕その時 LINE アットもやってなかったんで、LINE は普通の LINE だけだったんで。セールスというか商品案内ブログのみ。ブログだけです、ね、マジで。はい、LINE アットでプッシュもしなかったんだ。はい、だから多分時代も良かったんじゃないですか。まあこの半年ぐらいで、うん、一気にその LINE アップの有用性だったり、うん、あとはブログじゃなくて YouTube の有用性とか、うん、多分ですけどここ半年ぐらいで一気になんか上がったような気がしなくもない、うん、僕の中で。だから当時はそのブログめちゃくちゃ注目を集めてたんですけど、うん、であとは Twitter もめちゃくちゃ注目を集めてた時期だったんですよ、うん、だ Twitter でも人が集客できたんで僕は Twitter とブログだけでしたね当時。すごいね。本当に力入れてやってたのは Twitter とブログだけでした、ね。うん、それでじゃあもうブログに告知して、うん、でブログ経由からお客さんがこう入ってきたと5万円の。そうです、ね、でその後はでそれで5万円で売ったんですけど、売ったと。で5万円で売って20人ぐらい、20人ちょい入るんですか、うん、で2人1組でこうやって分けていったんですけど、うん、でやっぱりまあまあ、初めやっぱりその何も知らない人たちがまあ初動で入ってきて、でまあ僕たちがこうやって、まあ、僕たちがまあ僕が教えるわけですよ、うん、教えてもすぐやっぱ結果につながらない。僕もやっぱ教え方が下手だったんですけど、うん、結果につながらないと2ヶ月目のやっぱり継続課金ってやっぱ難しいんですよ。まあそうだよね。だって5万円で売ってて5万円以上の利益を上げたとしてもですよ、うん、次5万円払うお金でまたマイナスになるわけですよね、うん、っていうことは月々まあ5万円元手にしても10万円ぐらい利益が出ないといけないわけですよ、うん、でも5万円でやってるってことは5万円を払える経済力の人が来るわけですよ、うん、っていうことはそんなにお金を持ってない人たちにも入ってくるわけですよね。そうだね、まあ、もちろん結論運用資金の問題でもあるからね。そうですよね。だからなんで24人も集まったかって言ったら、うん、2ヶ月目継続しなくても1ヶ月目を払ってノウハウだけ盗んでやめちゃってもいいわけですからっていうメリットを説明して、うん、それでその謳い文句があったから24人入ったわけですよ。なるほどね、なるほど、そういうことね。なるほど。お客さんたちがそのメリットを自分の頭で想像して、うん、自分たちがノウハウを盗んで、うん、もうその次の月にはやめられる、だったら5万円は安いんじゃないかっていうのがあったから、広告も打たない、マーケティングもしない、うん、ローンチも打たないで、うん、そこまで行けたんですよ。なるほどなるほど。でじゃあ案の定を次の月になったらみんな解約解約みたいな、うん、次の月になったら解約することが僕の頭の中で目に見えてたんで、そこで、うん、永久会員っていう、うん、もう一月でですよ、うん、たった一月で、うん、もうこれちょっと継続は無理だわって僕の中で思ったんですね、うん、なんでかって言ったら、その2、3ヶ月で5万円稼ぐことはまあ容易にできるんですけど、うん、1ヶ月で5万円取り返してまた次の月に5万円払うっていうのは、これはもうめちゃくちゃ難しい話なんですよね、うん、軍資金が5万円ぐらいの人がですよ、うん、20万あったらできますけど、うん、だから5万円ぐらいの人は次の月入もう続けないなと思ったんで、うん、僕は永久にサービスを受けられる、うん、永久課金のコミュニティをもう今月はそのベータ版テスト版としてやって、来月からそれを開始しますと。へー、うん、すごいね。まあアップセル的な感じだね、はい、すごいね。だからなんか、まあ、俗に言う、まあ、バックエンドみたいな、バックエンドとかアップセル的な話だね。情報商材系で言えば、まあ、バックエンドみたいなイメージなんでしょうかね、うん、それを、プラス5万円で、それをプラス5万なんだ。だから2ヶ月間で10万円払ったことで、もうその10万円がもう永久継続課金になりますよ、うんうん、
じゃあ今後お金払わなくていいよ。もう一切のお金は入れません。なるほど。あ、それはオファー的にすごいね。そうですね、うん、だからいわゆるもう初めの一月目はお試しだと思ってくださいみたいな、うんうん、で、まあ、僕のパフォーマンス教えのパフォーマンスも上がっていって、うんうん、あの終盤では利益出す人も出てきて、うんうん、もう月利 200% とか出す人も出てきたんですよ、うんうん、終盤になってきて、でこれでちょっと続けたいって人が増えたんで、うん、もう一気にそこで永久に切り替えて、うん、約半分以上は残りました、ね、マジで半分以上は残ったのと、あとは新規に入りたいって言って、来月から入りたいって人も合わせて2ヶ月目は、新規のメンバーも合わせるとだいたい、まあ、まあそれもやっぱり20人ぐらいですかね。へー、じゃあまあ5万だからね、100万ぐらいか、はい、そうですね、また100万になったんです、うん、また100万になったと思う。そうですね、だそこまでで12月から合わせると50、100、100っすね、うん、250万だ、250だね、はい、今年収200万時代みたいなね言われてるけど、まあ、そうお小遣い2万5000円時代らしいです。あ、3万じゃないね。3万じゃないですね、2万5000円なんだ。そうです、だから唐揚げ弁当も厳しいっていう。じゃあそんなご時世の中3ヶ月で250万みたいな。そうですね、うん、でじゃあ永久会員にそれでアップセルみたいなそのバックエンドで売って、うん、その後でその後、まあ、やっぱりなんですけど、初め人数を隔離してこうやって分けてた中で、うん、後になってそのだんだん人のなんか性格みたいなのが見抜けるわけですよ、うん、でやっぱりその20人いると、まあ、1人や2人どうしてもちょっとあの、まあ、言い方悪いですけどヤバい人がいると。なヤバい人ね。でヤバい人は隔離した状態で、うん、本当にその熱心な人だけを全部バッて集めてコミュニティにしたんですね、うん、もうその何人かいる中のその18人だけをこうやってバッて集めて、うん、18人か20人ぐらいバッて集めてコミュニティにしちゃったんですよ、うん、そしたらそこで情報発信とか情報が生まれるじゃないですか、うん、でなんかいるだけで勝てるような感じになっていったんですよ、うん、だからあこれはあの僕は初めそのたくさんの人数がいるコミュニティを否定してたんですけど、うん、そうじゃなくてたくさんの人数がいることで、うん、いわゆる勝ってるような雰囲気も作り出すことができると思ったんですよ、うん、例えばなんですけど5人勝ってて残りの15人が負けてても、うん、その5人が勝ってることで、うん、その自分たちも勝てるんじゃないかっていうふうにお客さんが思ってくれるじゃないですか、うん、そうだね、であの、うん、要は自信につながるからね。そうなんです、勝ってる人は大事なんですけど、うん、いわゆる負けてる人を負けない気分にさせて勝たせるためにいわゆる向上心を持たせるためにも、うん、コミュニティをあの人数を増やすことが大事だったんですよ、うん、そうモチベーションだからね。うん、で次にその、まあ、人数集めちゃったもうそれをいわゆるもう永久会員として5万円で販売して、うんまあ、一応その次の月の利益も入ってきたじゃないですか、うん、でそこからはそれ自体を15万円で販売するようにした。あ今度だんだん上げていったんですね。そうなんです。15万、じゃあその永久会員 そのコミュニティに入るのが15万みたいな。そうですね。なるほど。でそれはまたブログとかで案内した、うん、そうですね、ブログとかで案内して、まあそうですね、またブログってその時ですかね、ちょうど YouTube を始め出したんですかね。へえ、 YouTube 始め、うん、はい、でそれで、15万に価格を案内して結論いくらぐらい売れたの、うん、その15万の価格帯は15万、まあ厳密に言えば15万と20万右往左往してたんですよ、うんうん、あの人によっては15万、人によっては20万。あ、またその、はい、それはじゃあまた電話して。はい、そうですね。でそれをあのしかもですよ、ゲップで販売してたんですよ、うん、へえ、ゲップで販売して1月5万円で3回払い、うん、10万円と5万円の2回払いみたいな感じでやったんですね、うん、でまたその月もまあ6、7人ですかね。あ、すごいね。はい、入ってじゃあ、15万で7人だから、まあ、それも100万ぐらいか。まあそうですね。であとはそれと合わせて、うん、まあ先月までその5万円払えなかった人たちがまたしっかりと5万円全額払ってきたりしたんで、うんうん、まあ、合わせてやっぱりその100万円はもうまとまってできました、ね、へえ、うん、でその15万円の商品売りました、うん、次はで次はそのもう20万円と30万円でまた20万円で売ろうと思ったんですけど、うん、よくよく考えると20万円で買う人って30万円でも買うんですよ、うん、でなんかそこでその15万と20万円の差にすごく感じたんですよ、うん、その先月15万で売ってて売れるのに20万だと売れないっていう統計で売れなくなった、うん、じゃあ20万っていうのはもう省いて30万にしよう。でちょうど僕の運用額がですね、あの3万円から運用始めてて50万円超えたんで、うん、まあ、30万で売ってもまあ罰当たらないかなと思ったんですよ。実際自分が3万から運用してそれがその時点で50万超えてたと。そうですね。ということはノウハウ自体に別にその3万から50万まで増えてるから、うん、30万で売っても別にいいだろうと。そうですね。なるほど。で、まあ、それがあれですか、まあ、
3月いや4月の半ばぐらいですかね、うん、ちょうど一月とかではなくて半ばぐらいだったんです。じゃあその30万に切り替えてまた案内したんだ。そうですね、またいやもうそのまま継続的に YouTube とかで案内していった感じですね。でそしたら30万やっぱ YouTube が強くて、もうそこからブログでは売れなくなったんですけど、やっぱ YouTube 見る人がちょっと他のコミュニティ入ってるんですけど、うん、ちょっとこっちに入りたいですみたいな感じで行ってきた人が、うん、まあまあ、その月ですから、まあ、あれですよね、4月の後半から、うん、4月の、まあ、4月の中旬かなから5月の頭ぐらいまでで、うん、もう6人ですかね。じゃあ180万ぐらい。180ですかね。180とあとはその先月20万で入った人の月額分もう全額合わせると、うん、まあ、やっぱ200万ぐらいですかね。だからそれが先月の200万円っていうところです。もうグイグイだね。まあでもやっぱ限界は感じてますけどね。いやだって、まあ、今のご時世、ね、年収200万の家賃、あ、じゃあお小遣い2万5000円で限界とか、なんか、うん、何その上から見て。ちょっとなんか、もうやっぱり、うん、何その上から見て。やっぱりお金を作る上で、まあこれ青天井のビジネスだなと思って。まあ青天井だよ。まあやればもうお金は稼げるけど、じゃあ今の200万じゃ、まあ自分としてはもっと行きたいと、うん、もっと行きたいし、もったいないかなとは思ってますね。なるほどね。自分が出せる力を、うん、いわゆるそのなんか、まあ、また否定になっちゃうんですけど、うん、なんかいろんな人の YouTube 動画見てて話とか聞いてても、うん、全然上手くない人がすごい多いんですよ、下手くそっていうか。まあ最近はいろんな人いるからね、うんうん、話し方も含めてそのあんまり上手くないっていうか、うん、そのこれで物を売ってたりそのセミナーやってても、うん、結局ホワイトボードに何か書くんですけど、なんか光の加減でホワイトボードが見えなくなったりとか、あとはその文字が汚すぎて見えないとか、なるほどね、あとはもう自分の体がホワイトボードにもよくもう入っちゃってて、もう文字が見えないとかね、そういう人もまあいるんで、でも、まあ、なんかいろんな人が入ってきてる中で、自分はもっとその中でもっとできんじゃねえか、飛び抜けて売っていけるのかなっていうのはありますよね。まあそんな中僕と出会ってしまったと。そう。そんな中いつ正確に言うと何月に買ったの本は。本はですね、日本に帰ってきて、まあ、ちょっとこの業界嘘が多すぎるって本当に思った時期で、うん、もうなんかありとあらゆる嘘がもう誠であるかのごとくですよ。そうそう、ありとあらゆる嘘が誠であるかのごとく売り出されてるその現状を見て、この業界にいていいのか、この業界やばいと思って、この業界やばい、俺は足を入れてしまったみたいな。そうですね。で情報商材、うん、まあ、書籍みたいな感じで、うん、ちょっと僕何でもその本に頼るとこあるんで、うん、まあ、本も情報商材じゃないですか。あ、そうだね。で、まあ、情報商材って入れたら、まあ、なんかうさんくさい本が出てきたんですよ。まあ情報商材って入れたら俺の本絶対出てくるね。そう、Amazon で入れたらで、なんかうさんくさい本出てきて、なんか黒光りしてるわけですよ。なんかもうなんかこれなんか聖書みたいな作りしておるなと思って、うん、でもなんか何百ページでしたっけ、あの本、うん、500ページぐらいはでありましたよね、うん、なんか、まあ、そんだけあれば、うん、まあ、何かしら書いてあるんだろうと思って、うん、ちょっとこうてみるかなと、こうてみるかポチみたいな、Amazon で。そうですね、まあ買ってみたわけです、うん、で、まあ、家に届くと見たら分厚いわけですよね。でも文字読みやすいし、うん、なんか時たま入ってる挿絵が可愛かったりして、なんか棒人間、目がない棒人間、可愛いなと。なるほど。そこは俺書いてないけどね。それは出版会社の人が作ってくれた。で、なんか見ていったら、うん、まあ、結構あ、こういう感じなんだみたいな、こういう感じ、結構まともに書いてあるやんけみたいな。そう、だ今までその自分がやってきたことが、うん、こうやってくださいねみたいな感じで、うんうん、僕が自分でその身を見まねっていうか、身を見まねどころじゃないですよ ね、 そうだね、何も知らない中自分でやってきたことが。いやでもね、僕が今話聞いてて、まあ、これ聞いてる方にもちょっとお伝えしたいんですけど、うん、一人一人電話してたのがすごいね。あ、そこすごいと思うよ。僕はそれをすることで絶対にパスワードを流出させないっていう、うん、強い信念を植え付けようとしたんですけど、人の意思ってそんな簡単なもんじゃないんで、僕は単純にバカ正直だったんですよ。いやでもね、その電話っていうのはすごい、いやなかなかね多分できないことだよ。でも一番簡単なんだよ、その売る、何か商品案内するとか信頼関係作る上で電話ってめちゃめちゃ、まあ一番会うの次に電話早いから。だってオレオレ詐欺なんか未だに電話やん。今そうです。何兆円産業でしょ。まあそうです。電話のみで、はい、会ってもいないのに、うんうん、だからその会うと次が電話なんだよね、うんうん、それも吉谷さんの本に書いてある。まあまあ俺の本にも書いてあるけどね、それは、う
いやーすごいね、うん、まあ、それで合わせても500万円ぐらいですか、うん、そうだね、ちょうど、うんうん、まあそんな感じでまあ今に至ると。そうですね、もうほんとこの数ヶ月だね。そうですね、でまあで来月の100万も確定してるし、来月も100万確定してる。だってまだあと今収録してるのが5月のこれ何日だ、5月の今日付回って深夜の22日か、うんうん、まだ8日あるよ今月。そうですね、まだ8日残して、8日ちょっと残して来月100万確定。まあそうですまあでも結局30万円の商品って3人に売れれば月収100万なわけですよ、まあそうね、うん、で、うん、日本全国の国民1億3000万人いる中ですよ、うん、1人1円ずつもらえば1億3000万円もらえるわけですよ。まあそれがネットの理論だけどね。そうですね、うん、まあ、その中のまあ30万という商品をたった3人に売ればまあ90万と。そうね、吉谷さんの本にも書いてあったじゃないですか、うん、まあ書いてあるね、100万円の商材を10人に売れば1000万になるそうそう、まあ、僕がでもやっぱりそのどうしても崩せない信念は、うん、絶対にあの誠なものを売る、本物を売るっていうのだけはもう間違いなくその気をつけてるところです、うん、あ、なるほど、ね、嘘は売らない、本物を売っていく、でその本物の価値に気づいた人が買っていく、うん、だから僕は30万円から値段を上げる気はないんですよ。へー、なんでかっていうと単純に30万円を払うことで100万円から200万円の資金を作ることができるんですよね、うんうん、そしたら今度それをあの自分で何かに運用していってほしいと思ってます、うん、なるほどね、うん、何でもできると思うんですけど、まあなんかあれじゃん、情報商材のブックメーカーのジャンルの救世主みたいな感じじゃん。あいやなんかまあてかまあ救世主っていうかその今まですあもう本当嘘しかなかったっていうかあの、うん、すごいレベルで、うん、まあまあまあ僕もね、うん、10年やってきたからまあそれは知ってるけどねまあまあでも俺もねだからまあセミナーとかやるけど、うん、その本物をねこう伝えてるんだけどね、みんなこうなかなかやらないっていうあれだけど、うん、まあ今回その出会って僕はすごいなと思ったのが、そのやっぱり行動してるっていうのがすげえなっていう、うん、なんかみんなノウハウとか教材買って、まあ、俺結構ガチで本、まあ、あの本もそうだけど、うん、結構ガチで全部本物を教えたとしても動かないわけよ、うん、でも自分ね何も買ってないし、うん、何も知らない状態で動いてるわけじゃん。すごいね、あの本に書かれてる内容があの他の工学塾で売られているっていう現実がありますか。そうだって俺だってあの本買った人の中で、うん、吉谷さんと本買ったんですけど女性の方で、うん、私が180万で受けてるコンサルの内容は全部本に書いてあります180万で売れるやんけ、うん、まあまあ実際、うん、まあ、これはいろいろ本買ってくれた人とかに話すと、うん、あの本に書いてあることすら塾で教えてくれなかったりするらしいからね。うん、あんなんがあの本に書いたのは一部だからね、うん、だって10年やってきてるから本に書けるわけないやん、うん、10年間って、うん、だけど、うん、まあそれでもそういうふうに言ってくれるからね、うん、質じゃないんですよね、いわゆる広告の量で、うん、情報商材の価値が決まってしまうのはやっぱ現状なんですね。まあ現状そうだね、うん、あの結局その、まあ、広告費どれぐらい出してどれぐらい、ね、あのメールアドレス集めるかとか、うん、そういうレベルになっちゃってるからね今。そこでやっぱりそのもうお金が動いちゃう、まだそういう時代だから、うん、まだその消費者お客さんたちのまだ目が肥えていないというか、うん、だからこそなおさら本物を提供していきたい、うん、なるほど。まあ、ということで、まあ、ちょっとすごく、まあ、歴史をねすごく話してもらったんですけど、実はですね、まあ、僕もその、まあ、ドリームアカデミアっていう塾を運営していて、まあ、本もそうなんですけど情報商材完全バイブルっていうことで、まあ、情報コンテンツをこう売っていくっていうことをどういうふうにやったらいいのかっていうのを教えてるんですけど、まあ、彼がその教材も買ってないし、その状況下で情報をこう情報コンテンツをこう販売していって、まあ、この数ヶ月で500万ぐらい作ってるので、そのやり方をもっと詳しくレクチャーしてくれるセミナーをやることになりましたので、よろしくお願いします。いや、はい、よろしくお願いします。で日程がですね6月の18だったっけな、18でした、6月18かな、6月18だよね多分。はい、そうですね、18日6月18日にですね、彼がどうやってその情報コンテンツを扱ってここまで、まあ、本当何も分からずの状態でやってきたのかっていうのを、これ絶対これ面白いと思って、うん、セミナーやりましょうっていう、まあ、提案したらお願いしますみたいになったんで、6月18日ですねセミナーをやります。でこれは本当にですね、まあ、僕の塾に入っていただいている方も含めてですね、そのこれからその情報コンテンツを扱っていきたいなっていう人は絶対来た方がいいと思います。
だって勉強しても結局うまくいってない人たち多いんで、なんで彼がうまくいったのかっていうところを、まあ、来ていただければ直接お話聞けるんで、でプラスアルファその、まあ、僕はもう10年やってるんであれなんですけど、彼は数か、ここ数ヶ月の話だからね。そうですね。で、はい、もうだからもう新鮮度がやばいみたいな、まあ、取れたての魚みたいな、うん、マグロみたいな、サバサバ味、はい、俺なんかもうね、もうあのもうダメだね、シーラカンミイラになってる。10年だから、化石じゃない、化石になだから本当にもう直近の取れたての情報、例えばそのブログ村、まあ、ブログル村とかそのブログに関しても正直みんな多分今やってないと思うんですよね。でそのブログだけでも売ってたわけじゃん。原点回帰なんですかね。すごいよね。僕はアナログしか知らなくて、その中高時代にブログ村に登録した記憶があったから、当時ゲームのブログを書いてたりしたんで、だからその記憶をたどって、まあ、ブログなら FC2 だろう、じゃあブログランキング SEO 低いからブログランキング登録しなきゃいけないな、じゃあブログ村だろうみたいな、単純にそれだけだったんですよ。いやだってそっからじゃん初動は。まあそうです。でもそれだけでも何百万作ってるわけじゃん。まあそうです、まあ、100万近く作りましたでしょ。だからなんかそういうなんかそこら辺の具体的な話とかもセミナーでこう話してもらえるといいかな。本当に元でゼロでできる。そうだよね、はい、元でゼロでできるあのビジネスのやり方を、うん、あのしっかりとあのゼロから説明していって、うん、もうゼロから1を作れば、うん、そこから1から100にできると思う。そうなんだよね。だから、うん、まあ、僕もその本も出してるんですけど、個人でなんかネットでお金稼ぐんだったら、しかも元でなくできるのは本当情報コンテンツを売ってった方が絶対いいんですよ。なぜなら利益率 100% だし、失敗っていう定義もないじゃん。ないですね。だってランニングコストゼロじゃん。 FC2 無料でしょ。無料ですよ。もう変ななんかいかがしいでしょ、うん、でもこれで100も満たせるわけじゃん。失敗してもしかもそれをあの経験にしてまた新しいものを作っていけば、そうそうできるしね。はい、だからまあ本当にですね、情報コンテンツをこう扱えるようになると本当にゼロからお金をいくらでも生み出せるので、まあ、僕はやった方がいいと思いますし、僕も教えてるんですけど、ただ僕はまあ経験がありすぎてそのちょっと鮮度が落ちてる部分があるんで、彼のその本当直近でどうやって売り上げを作っていったのかっていう、その何具体的に何やったのっていうところをセミナーでこう話してもらえるようにするんで、まあ、本当にあの今お金ないとかいう人も結局作れるわけじゃん。まあ作れますね。そうそう、もうその本当に元ではもう1円もいらないと思うんですよ、うん、だって LINE アットも知らなかったでしょ。 LINE アット知らなかったでしょ。僕その LINE 作ってました。で YouTube も知らなかったでしょ。 YouTube であんなにそのマーケティングをみんなしてるのかっていうのを後で見てびっくりしました。そう、最初もう本当ブログじゃん。ブログっすね。なんかもうおじいちゃんかっていうぐらいいや本当に知り合いにブログ見した時になんかその、まあ、言い方悪いですけどなんか高齢者が作ったんだってだからそう、要は結論なんですけど、まあ、今の話からも、まあ、頭がいい人だったらその本質的な部分は理解していただいたかもしれないですけど、結局その本質がブレてなければ稼げるんですよ。でもほとんどの人はなんかその小手先のテクニックにこう右往左往してるところがあって、もうブログ村ですよ。ブログ村ってもう何十年あんなってランキングやん。もう本当そうですでしょ。で僕が中学生とか小学生の時からいましたよ、うん、多分今ねそのお金を稼ぎたいっていう人でブログ村をやってみようとかねやっていないからね、うん、でもそれでもいけるわけじゃん、うん、だから、まあ、本当に昔の手法、うん、まあ完全昔だよね。昔すぎるやろ自分みたいなでそれでも100万生み出せるわけやん。なんか旧型の戦闘機でなんかあの現代戦争に突っ込んでいくなんかあれ、ね、今なんか LINE アットのステップメールがどうのこうのとかね、うん、まあ最新だみたいなとかね、いろいろあるわけ。 LINE アットのなんかツールもどんどん出てきて、そうそう出てるしね。だけど多分おそらくなんだけど LINE アットのツールは有料で買ってる人1円も稼げてないからね。そうだもうオールドファッションなんでまあ本当にですね、まあインターネットビジネスで何が儲かるんですかっていうことを僕言われるんですけど、まあ、その使うものは別に何でもいいんですけど、その情報発信をして情報コンテンツを有料で売っていくっていうのが一番儲かると僕は思ってます。あの粗利も 100% だし、なんだリスクもほぼゼロだし、なんでこのやり方を本当に具体的に生本当取れたての マグロじゃないですけど、彼のやり方どういうふうにやっていったのかっていうところを詳しく6月18日話してくれるのでぜひお越しください、まあ、あとどういう人に来てもらいたい。あとはその今まで情報商材を買ってきたけども、うん、
結局じゃあ何したらいいのかわからない。なるほどね、うん、あとは情報商材を、うん、まあ、今まで買ったことないけども、うん、ちょっと何かとりあえず始めてみたい。なるほどなるほど。でもう5分10分から始められるような内容から、うん、そのもうどんどん深い内容のところまで、うん、もう本質的な本当コアの部分まで全部話すんで、うん、僕は、あれですね、これから何かを始めたい、今まで失敗してきたけども、うん、新しくちょっと再チャレンジしてみたいっていう人にとって、うん、本当にやりやすいと思うんですよ。小難しくなくてアナログな方法でお金を作っていける だから要はもう本当に多分、まあ、僕も塾で教えてるんですけど、うまくいってない人とかもいると思うんですよ。だからそこの本質的な部分をしっかりと、まあ、彼から聞いて、なんで彼うまくいったのかっていう、実はまあここではちょっと話せないんですけど、実はあるんですよ、コアな部分が。なぜ成功したのかっていうコアな部分が。だそこをセミナーでお話ししますん でそのやり方も全部お話ししてくれるんで、そこを理解すれば、まあ、彼と同じようにいくかどうかわからないですけれども、少なくても成功する確率は彼の話聞くと絶対上がりますんで、まあ、本当直近でだからね、もう本当そうですね。ここ 4,5 ヶ月でも、ここ 4,5 ヶ月でも本当いろいろ変わってきたなと思うんで、新しい内容も詰めて、そのアナログな方法だけじゃなくて、その最新の発展した内容まで最終的にちょっと話していけたらなと思って、 LINE アットを僕ここ2ヶ月で400人集めたんですよ。すごいね。いや2ヶ月で LINE アット400人集めるノウハウも全部ちょっとお話したいなと思って、だから多分今リスト集まんない人もいると思うんですけど、2ヶ月で400人って結構すごいですよ。多分まあ本当今例えばメールアドレスを集める努力してる、例えば LP を作って無料プレゼントを用意して頑張ってやってるけどリスト集まんないっていう人結構多いと思うんですけど、彼2ヶ月で400人 LINE アットですね。今はトータルでどれぐらい？トータルで450人超えて、もうすぐ500人超えます。すごいね。そうですね。LINE アット始めたのがちょうど 2,3 ヶ月前で、初めの月はそんな集まってなかったんで、一気にですかね、YouTube で動画を投稿してきて、あとはその僕の運用額が上がっていくに従って、うん、やっぱりどんどんそのみんな情報が欲しいってことで集まってきて、ね、まあ、そこら辺 そのリストどうやってその LINE アットに誘導してたのかっていうのも具体的にこうその戦略的な部分、彼の考え方っていうのもセミナーで話聞けますので、ぜひお越しください。で詳細に関してはこの YouTube の説明欄の方に詳細の方を記載しておきますので確認してください。であとはいつも僕映像販売してるんですけど、映像販売今回はできません。できない理由っていうのが、彼がですねまず顔が出せないと、まあ、いつも音声でこう2回目なんですけど音声で撮ってるのと、あと本名も出せません。ペンネームでやってもないんだ。そうですね、うん、はい、ブログもペンネームでやってます、はい、だから本名も出せないし顔出しもできないので、今回のお話っていうのはセミナーに来ないと聞けないので、まあ、そこら辺はいつも僕映像販売してよくなんだろう、セミナー終わったあと映像販売してくれませんかってよくいただくんですけど、もう顔出しがちょっとできないので、映像販売はできませんので、まあ本当セミナーに来ていただくしか彼の話は生で聞けないという内容になってますので、まあ詳しい詳細レターの方に書きますので、まあそちら見といていただければなと思います。はい、ではちょっと長くなっちゃったんですけど、今回はですね天才と僕が命名した大学生ですね。もう天才赤木じゃねえかっていうか赤木現れたなみたいなね。まあ、彼中学生だった、ね、彼あんま喋んない喋る天才ね。喋る赤木、喋る赤木それカイジじゃないですか。まあカイジはちょっとバカなとこあるからね、うん、まあそんなその天才喋る赤木が喋ってくれますんで、ぜひ彼の本当に話は生で聞いた方が僕はいいと思います。はい、では、今回は対談の方ありがとうございました。ありがとうございました。